フランス語は喋れません。どうも皆さんこんにちは。ミスドは100円セールが始まるまで大体買いません。角です。このチャンネルを未だによく見ていてくれてる、まあ、変態の方ならね、多分お気づきかもしれませんが、モンスターの新味が最近発売されたのに、出してねえぞ、動画と。まあ、一説には俺のチャンネルの更新頻度は、モンスターの発売と同じくらいの更新頻度、というふうにね、コメント欄で言われています。だけど、ね、まあ、サムネを見てくればわかると思うんですけど、4月の末の方、2週間前くらいかな、に、モンスターの新味出てたんですよね。ただちょっと、まあ、仕事で、ちょっと忙しくて、もうずっと冷蔵庫に眠ったままだったんですよ。っていうのと、あと、友達が、なんかね、仕事で、イギリスかなんかに行ったっぽくて、で、それでそのイギリスで現地のモンスターを買ってきてくれたというね、もうナイスアシストがあったんで、もうこちらを今回はね、飲んで紹介していこうかなっていう感じです。で、もう早速紹介していいですか？もう俺、神がずっと冷蔵庫の中にいたのよ。俺はもう神をさ、こう祭壇にこう、食べられないで、こうやって、ああ、ごめんなさい、やめて、やめて、ごめんなさい、ごめんなさい、というわけで、それがこちらになります。バッションバッブーアンドバッションヒーのセットサイドメニューはポテトでよろしいですか？いやなんて最高なセットなんだ。まあこのチャンネルがなくなったらさしてください。完全なコンプライ違反です。はい。というわけで、こちらが最近発売された味、こちらが、ウォーターメロンと書いてあるので、こちらを日本語訳すると、まあ、スイカ味になりますね。来ましたよ、スイカですよ。バカやり始めましたね。最近のモンスターはバカをやっていますね。なんかさ、今までさ、その期間限定とかでさ、いろんな会社がスイカ味みたいなドリンクを出してきたけどさ、ことごとくなくなってる気すんのよ。もうスイカって言ってなんか浮かぶものってスイカバーぐらいしかない。あれしか生き残ってない。あれもスイカ味か、ちょっと謎だけどね。だけどね、このパッケージなんですけど、この黒のデザインに、まあ赤の引っ掛け、まあ多分スイカをイメージしてるんだと思いますが、これあれなんですよ。まあなんかコーラと、あとね、あれ、キューバリブレと、めっちゃ被ってんすよね、色が。だからね、最初これわかんないよね、多分。モンスターの新味だっていうのが。というね、ちょっと色をしてるんですけど、まあちょっと早速飲んでいきますか。オープンザウィンドウ！匂い。じゃあまず匂いくぐりますね。あー、なるほど。そういえばさ、俺最近気づいたことがあるんだけど、みんなって、両方の鼻の穴から息が吸えるんだよね。俺ね、片方吸えないの。今日はこっちが吸えないの。ね？みんな、これね、僕、初めて知った、最近。最近初めて知ったの。だから、7月に、僕、ここ、手術します。イェイ！初めてらずにしますよ、嬉しい。まあ、そんなわけでマジで手術するんで、本当に匂いがあんまりわかりませんでした。というわけで、ちょっと見てみましょう、中身。あ、まあ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 、なんか予想していた通りの色というか、まあまあまあこの色だよねって感じですね。まあスイカの果肉色ですね、本当に。うん、でもなんかまあまずくないだろうなとは思う。じゃあ早速いただきます。おー、確かにスイカの味する。スイカの味するんだけど、めちゃくちゃスイカかって言われると、そんなスイカではないんだよね。に、なんか、モンスターの、まあ、パンチのある味が混ざったみたいな感じ。モンスターよりでもなく、スイカよりでもなく、モンスターのスイカ味みたいな。本当にそんな感じですね。半々の味がします。ただ、まあ、万人受けする味じゃないかなって感じかな。まあ、今までさ、万人受けするような味出してきたじゃん。パイプラインパンチとか、あとマンゴーロコとか。これ多分ね、めちゃくちゃうまいと思うんだけど、そういうなんか大ヒットするような味ではないかなみたいな感じかな。というわけでもう今日はね、サクサクいかないと、あとこいつが待ってるんですよ。これ。もうこれが友達が、出張で、イギリスに行って買ってきたイギリスのモンスターですね。まあイギリスのモンスターつうよりはあれかな、ヨーロッパの方のモンスターって感じかな。これね、500なんよ、缶が。ほら。500缶なの。まあ500缶だから、もうカフェインがどれくらい入ってるかっていうと、100ml per 30mg って書いてあるから、まあ100分の30。100ml 中に 30mg 入ってますよっていう感じですね。で、日本のは、対して、これは、100ml あたりカフェイン40入ってるんで、まあ少しその液体あたりの、まあ、カフェイン量っていうのが、少し少なくなっている感じですかね。まあなんか見た目その、こうもうほんと日本にないきらびやかなモンスターって感じで、これがゼロシュガーなんだね。はい。ゼロシュガーで言うと、まあ、青の、日本で言うと、青のところとか、そういうところになりますね。はい。モンスターの青のやつですね。見た目こう、ゴールドのエナジードリンクって言うと、なんか、リアルゴールドみたいなイメージがあるんですけど、まあ、そんな味がするんじゃないかな、みたいな感じです。というわけで、こちら早速飲んでいきますか。まあ、ちょっと色見たいよね。だから、この、じゃあ、早速中身見てみましょう。まあまあ、中身の色は大体ね、まあ、黄色みたいな色でしょう。はいはいはい。
まあ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 、そんな色だと思ってました。でもなんか普通のそのリアルゴールドとか、そういうやつよりちょっと薄い感じがしますね。あ、でもなんか普通にモンスターみたいな色してる。まあほら、こうなんか中覗くと、普通にモンスターみたいな色してますね。というわけで俺のためにわざわざ 500g の荷物を持ってきてくれた友達に、乾杯。ん？なんだこの味。ちょっと待ってね。まあ、多分普通のモンスターの味じゃないと思うんだよね、現地でも。現地でも普通のモンスターは普通のモンスターで売ってるんじゃないかな。まあ、知らないんだけどさ、海外のモンスター事情は。だから、まあ、ウルトラゴールドっていう、まあ、なんかそういう亜種みたいな味だと思うんだけど、まずくはないの。別にまずくはない。美味しいんだよ。美味しいんだけど、何味かって言われると答えられないな。あれだな。パイン飴だな。パイン飴の味がすんな。パイン飴を水の中に溶かして、ちょっと酸味料を加えた感じに近い。そんなことはしたことないんだけどね。みんな腐った卵の匂いとか言うじゃん。腐った卵の匂い嗅いだこともないくせにさ。あれと同じ、あれと同じ現象が今起きてる俺の中で。うん、なんかすげえがっつりパイナップルの味がするかってわけじゃないんだけど、なんかこれパイナップルジュースの炭酸ですって言われて出されたら、あ、そうなんだって言って飲める感じかな。本当にそんな感じの味がする。パイナップルの味がするね。うん。はい、調べたら出てきました。モンスター、ウルトラゴールドですね。これ味はパイナップルだそうです。やっぱパイナップルだ。キューキューパイナップルでした。パイナップルフレーバーでした。いや、でもこれウォーターメロンよりうまいぞ。うん。なんかさ、夏を多分イメージして、まあスイカ持ってきたんだろうけど、まあパイナップルも夏じゃん。だから、どっちかっていうとウルトラゴールドの方持ってきてほしかったよね。あの、日本風にアレンジして。あ、これうまいです、普通に。はい、そういう感じなのか。はい、というわけで、今2種類のモンスターの味飲んだんですけども、モンスター好きな人も、モンスター苦手な人も、モンスター嫌いな人も、今年の夏は、モンスターで乗り切りましょう。というわけで、じゃあな。まあ、なんで、もう勝負の資本、こっからまずは今日、やっていこうかなっていうところです。